お疲れ様です。人生振り返ると、どんな辛い時期もね、なんとなく甘酸っぱい思い出に変わるような気がしますね。ただし、過去の辛さを超えてない場合は、それ以上に辛い目に遭ってない場合は、ずっと引きずるのかなっていうふうに思いますね。まあ具体的に言うとね、人生って進めば進むほど、結構厳しい状況に追い込まれたり、高いレベルの挑戦をすると思うんですよ。そのたんびに結果がね、うまくいけばいいんですけども、大体そうじゃない、痛々しい結果になることだと思います。つまり人生最大のピンチってのは常に未来に控えてるっていう私の考え方ですよね。で、その未来に控えている人生最大のピンチに遭遇した時に、今までの人生最大のピンチだと思ってたやつは、今日のための練習だったんだなっていうふうに思い返すことができるんですよ。ですんで過去の辛い思い出も振り返ってみると、まあそんなこともあったよねっていうふうなね、たくさんの思い出の一部になるのかなと。そして改めて思うわけですよ。人生最大のピンチは未来にあると。で、もしかしたらね、人生最大の喜びはまだ未来に残されているのかなっていうふうな希望もあるんですよね。で、この2つがなんかこう入り混じって人生ってのはなんか面白くしてるのかなと思いますけどね。だからね、思い出って過去のものですけども、これはなんかね、非常に一人の時の自分を温めてくれるかなと思いますね。一人じゃない時は思い出ってのはあんまり浸ることがないんですけども、誰かと一緒にいる時は未来を語って、たった一人の時は過去をなんか思い出すのかなっていう、そういうふうなバランス感覚がありますね、私にはね。はい、じゃあちょっと掃除行ってきます。行ってらっしゃい。